い、どうもナギです。はい、どうも増井です。はい、ということで今回の動画は原神最強決定会議固有添付編、こちらをやっていきましょう。うわ、もうまとめんどくさそうなところ行ったな、すごいなそれまあ前回前々回が元素スキル元素爆発だったので、もうそりゃ次は固有添付しかないですよそりゃ次はつって固有添付出てこんって普通というわけで今回もいつも通り各元素ごとのキャラのナンバーワンを決めてから、最後に残った7キャラの中で真のナンバーワンを決めていきましょう、はい、いやー苦行っすよこれ。このね、最初の7人を決めるのが一番難しいまである。いや、もう過去一苦行スキルと幻想爆発よりももういっちゃむずいなこれちょっとまあちょっとね、いろいろと難しいところも多いと思うんですが、一応前提条件として、はい、今回は固有添付にだけ注目していくので、そのキャラの能力の強さとかは考慮してないものとします。あくまでも固有添付がメインです。そして今回は主に戦闘面で考えていきます。なのでそのキャラに対してだったり、パーティーにどれだけ貢献できるかなど総合的に判断していきましょう。ということで、では早速炎元素からいきましょう。結構むずくない炎元素。そうね、なんか言われてピンってこないんだよねあんまり。あのディルックのノンストップとかどうですか。あー、銃撃のスタミナマイナス50ね。最大継続時間もプラス3秒してくれるっていう。はい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 、まあ、なかなか面白い能力だと思うんですけどいらんやと言っていや、ないよりかましよ、ないよりかましだけどぶっちゃけノンストップは最弱候補まである、うん、まああんまり銃撃振るかっつったら振らないからね。ちょっと3秒伸ばされてもってところあるからね。ビスピアのさ、この回復するやつ、うん、割となんか良くないこれ戦闘面において。これね、やっぱディッシャーが表に出て死なない一番の理由はこの回復能力だと思うから、ぶっちゃけ固有添付の中でもかなり強能力ではあると思う。いいよねこれ。もし仮にこれが例えばディルックとかが持ってたり、ヨイミヤとかが持ってたりしたら、うん、めっちゃアタッカーとして使いやすかったと思う。ディッシャーが結構反アタッカーみたいな感じだから、表に出てる時間もある程度限られてるけど、ずっと表に出てるアタッカー、メインアタッカーにもしこの能力がついてる考えると優秀な能力だと思う。もう一個のさ、この中間耐性を付与するってやつもな、割といいよね、うん、ちょっと効果時間に対してと CT が倍ぐらいあるからあれなんだけどさ、10秒じゃなくて元素スキルと同じ継続時間だったらな、どれだけ、どれだけ強かった、まあ、ポンってディッシャー選んだだろうな本当にちょっと9秒ってのがネックポイントだね、こっちの能力に関しては。正直炎元素の固有添付は若干パッとしない部分はある。なんかさ、まあ、性能とかだけだったらね、やっぱ炎元素なんてもうベネットベネットっつってスルーだったからさ、固有添付っていうのがまた面白いんだけど、シャンリンとか何これ、グオパーの噴火距離プラス 20% ってどんだけ伸びとんのこれ分からんってこれ。いい加減に少子これ分かるんかなあのね、倍になるとかだったらまだ良かったんだけど、 20% は誤差なのよ。あれ個人的に1個評価したいのはクレイの無限花火、銃撃が会心を発生するとチーム全員の元素エネルギーが2回復する。これ割と強いと思う。チーム全員ってとこがいいね、うん、まあ、クレイちょっと銃撃の発生さ連打すると重みがあるけど、能力的には強い、能力的には強いよな、まあ、やっぱチーム全員にエネルギー配るから、まあほぼライデン将軍と言っても過言かもしれん。ではライデン将軍だった実は実は実はね、炎元素版ライデン将軍だったという説はある。だって貫突でね、さらにね元素エネルギー配布能力ついてくれるから。いや、こんなところに隠れた名キャラがいつかクレイナショナルが開拓される日も来るかもしれん。まあちょっと復刻も来るしなまあ DCR でいいんじゃないですか。俺も DCR でいいような気するけどな、うん、これはこの固有添付あるだけで死なないもん、ディシア。タンク性能の上がり方が尋常じゃないから。まあまあまあ、この元素はディシアでいいと思います。そうですね。では、お次、雷元素いきましょう。圧えぐ、雷の。雷、これっていうキャラいる？エドのさ、うん。あの、目押し。目押しスキル。あー。これ、やるのとやらないのじゃ、もうスキルの効果全然違うんだよな。確かに。そっか、これ固有添付やもん。とかセノの目玉って固有添付なんだよな。そう。あー、なるほどね。これ元素スキルダメージ扱いとみなされるっていう、元素スキルとか元素爆発の能力じゃなくて固有添付だもんね。うん。セノの強さの3割ぐらい、3割、4割ぐらいは、この目玉って。これ失敗するとね、うん、もう本当に終わっちゃったるんで。全然違うもんね、マジで。第一候補。まあ
そうでまあライデン、まあ、雷キャラっつったらねやっぱライデン上がってきやすいんだけどさ、うんうんうん、強いよ強いでいくとこういうテープズバ抜けてるかっていうと、うーん、どっちかというと元素スキル効果とかさ元素爆発効果の方が強いから、うん、全体的に強いからね割とライデンは。いやーむずい、マジでむずい。なんかさ最強キャラ決定戦とかさ、まあ、ティア表とかってさ大体みんなちょっと差はあるとさ方向性一緒になるやん、うんうんうん、こういうテンプ最強決定戦なんて聞いたことないからさ強いの基準が結構人によって変わってくるからね。そう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 、割れそうなんだよな。セノカライデンかなこれは。そうだね、早いみこの熟知の数値につきダメージバフが、うん、伸びる能力とかも強いけど、うん、やっぱセノの能力の根幹にかかってくる強さでもあるからね、こういうテンポは。これね、だって攻撃力 100% 分3本っすよ。やばいよな、攻撃範囲で範囲で見ても火力で見てもやばいから、こういうテンポ。まあさすがにセノかな。これちょっとセノいくか、うん、行きましょう。雷元素最強はセノで、はい、すごいな、もうディシやセノってこの並びでもうもはや異常だよ、これタイム何の最強決定戦してんのってなるよねこの2人だけ並んでたら。まずなかなか異質だよねこの2人がトップに来るって。どっちかとちょっと遠い側だからさ、うんうんうん、じゃあ次氷元素いきましょうか。エウルアのさ、うん、スタックに痛めてさ長押しした時にさパンって弾ける、あれめちゃめちゃ強い。これガチで強い、マジで元素スキルの火力じゃない、これやばいよねなんか俺結構エウルア使ってるけどさ、うんうんうん、なんか結構超電導とかさいろいろ入ったりするとさ、うん、なんか10万近くパンって出たりするからさまあその貫突してるっていうのはもちろんあると思うけど、無突でもなんか簡単に3万4万とかポンポン、そうそうそう5万ぐらいはポンって出るよね、うん、あれ結構いいと思うんだけどな。これねマジでもはや一つの能力といっても過言じゃない、うん、確かにちょっとした元素爆発みたいな火力出してくれるからね。そうそうそう、あ割と第一候補やな、エルアは。あ7のね、通常と銃撃が敵に命中したとき 50% の確率でお札を付与することも割と強い。あーこれね、うん、これね縛り攻略比較のとき大活躍するんよねでも継続時間6秒で30秒ごとに1回なんだよなこれクールタイムがやばい、クールタイムが長いんです。もう初期キャラあるある、クールタイムやばい。効果自体は強いけどちょっとクールタイムの観点からないか。ロサリアの自身の回心率に依存して、うん、味方の回心率を強化する能力。確かにこれ結構目的で使ってる人もいるもんな。パーティー全体を 15% 最大回心率上げれるのは普通に強い、うんうん、ロサリがサポート効果としてサポートキャラとして強いって言われてる、うん、結構大きな理由の一つだと思うから、うんうんうん、あーどうだろう、パーティー全体に回心率配るかシンプルに火力高いエルアか。うわー迷うなこれ、非常に迷う。どうだろう、まあさすがにエルアか。いやでも誤差やな、マジ誤差だわ。うんうん、強いわロサリアのこれは。まあでもさすがにエウルア、はあちょっとエウルア行きますか。もう並びがやばいよ、何ディシアセのエウルアってもうありえんってこの並びます。今回あくまでもこういうテンプだけの強さを見た場合なんで、ということでじゃあ氷元素最強はエウルアでいきましょう。サムネ釣りみたいにならんこれ最強決定戦っつってここ並んでたらやっぱね、原子ユーザーの中にはこういうテンプの最強誰なのか知りたい、うーんって思ってる人がいると思うからだいぶコアな悩みやな誰なんだろう、こういうテンプ最強って誰なんだろうって、こう夜も眠れなくなってる人が、寝れないみたいないるかもしかしたらいるかもしれないから、やっぱそういう人のためにこの動画を届けないといけないいや届いてほしいですねではお次水元素いきましょう、はい、アッツエッグ水元素すえ水元素ちょっと待って、アッツエグいはちょっと私でしょ、水元素最強のこういうテンポ私でしょっていうもう目線がニーローのこれでいいんじゃないかな。あのねニーローの強さの9割がここに詰まっとる。そう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 、これないよな、これがないとまず始まらんのよ、まずニーローって。そうなんよね、うん、これがないニーローはニーローじゃない、強いよ。あのイエランのね、あの元素爆発のダメージとか強いけど、これないよなニーロー。キャルタリアのおまけ固有テンプも強い、無限マスターね、無限マスターおまけ固有テンプになぜかついてる。そうちょっと他のバージョンも出してほしくない、これこれのね、そうね、元素スキルのテンプレベルプラス1とか元素爆発のテンプレベルプラス1出してほしい。まあでもニーローやろうな、これね、ニーローですね。
他のキャラの固有テンプよりも文章量と色の使い方が別次元だから文から圧を感じるよな。ここまで長くて専門用語の多い固有名詞の多い固有テンプなかなかないよ。最初さニーロ実装された時に、うん、この能力見て一瞬なかなか理解できなかったよね、うんうん、原神あるあるだよね。最近の新キャラってさ当たり前にまずスキルの名前と元素爆発の名前ポンポンって書いてあってさまずどれだっつってお照らし合わせが始まってそうほにゃらら状態を付与してでその後にその状態がうんたらかんたらそうで突効果だったりとかねいろいろ説明のところに出てきてこれはなんだっけっつってまた探しに始まるっていうね。絶縁とか見習ってほしい。海染めシャコとか実装された時にえってなったもん。あーってなったもんなもうつまりどういうことだってばよって。ということで水元素最強の固有テンプはニーロでいきましょう、はい、ではお次サイ元素いきましょうか、まあ、第一候補はナヒーダかな。熟知バフもうなんて読むねんこれ。上前セッジュメーリンちょっと読み方詳しいニキコメントで教えてください。さっきからさもうディシャーの時からそうだけどさ、うん、なんて読むかちょっとよくわかんないからさまあなんかディシアのとか言ってるけどさマジで読めんのやつだ。誰から振り仮名つけてくれお願いだから振り仮名をつけてくれ。ヒーダのその下のやつも強いんだよなね。これ配信率マックスで24とダメバフ最大80ダメバフ80と率 24% はね強いんよ。この能力のおかげでナヒーダは杯部分元素熟知でもダメバフが足りてるっていうのあるから、ね、うん。いや脈術とかも強いんだけど、うん、いやナヒーダかなこれ。ちょっとさすがにナヒーダな気がする。確かに白術の元素反応強化の固有テンプも強いかなり、まあ、カーベとかもね結構強いんだけどね。まあさすがにナヒーダの下まあさすがにナヒーダか、うん、ナヒーダを押したいですね。ということで草元素の固有テンプ最強はナヒーダ でお次風元素いきましょう。オーロー社のスキル使った時にさ各元素に触れるとそれぞれ効果を得られるってやつ、うん、あこれバリ強くない？いやバリ強いけどさすがにカズハじゃない？カズハ？あーいやくそ忘れてた。うわー俺なんでもう失格だ。原神プレイヤー失格だ。こんな強いとこ忘れてるなんてこれ討論する必要ない元素だと思ったむしろ俺はそうだな忘れてたわ。俺を殴ってくれカズハいやこれはちょっとね殴られても文句言えねえ殴られても文句言えないっすかこれめっちゃ忘れてたわバカ野郎。さっきニーローがあのこういうテンプで強さの9割を担ってると言っても過言じゃないって言ったけど、うん、まあカズハも、まあ、6割7割ぐらいは担ってると言っても過言じゃない。まあねこれとプラス水力とつって、うん、吸い込みと、まあ、他にもいろいろあるからもちろんね他の要素もカズハの強さのポイントはあると思うけど、うん、まあ一番はやっぱこのダメバフだから、うん、いやーこれは強いか。ショーとかもねめっちゃ強いけどさやなカズハやなこれは。特定元素のダメバフね 40% だからね熟知超えたら。しかも上限ないからね。ちょっと待って、ウェンティのさ、あの、スキル長押しの時のさ、上昇気流、あれ、こういうテンプなんや、これ。スキルにつけてくれよ、これはもう。で、これスキルの効果かと思ってたんだけどさ、でもスキルから派生する効果っていうことだけど、こういうテンプになってんだな、これ、今思うと。もうこれはね、元素スキルの能力につけてほしい。まあ、カズハか、カズハ。まあ、風はさすがにカズハでしょう。ということで、風元素最強の固有テンプは、カイデハラ、カズハで。はい、じゃあ、お次、ラスト、岩元素いきましょう。アルベド熟知バフ125強い。アルベドが岩元素だからなかなか生かす機会がなくて難しいんだけど、これ他の元素のキャラそれこそ風とか草とかが持ってたらよりもっと評価されてたと思う。まあカズハが出る前、うんうんうん、それこそだいぶ初期だけどその時ってやっぱみんなアルベド結構使ってたからさ、うん、この効果とかもねそれこそ王城夜行とかさ、うんうんうん、岩元素2とかだったもんね。勝利アルベド行く秋でプータを効果するパーティーだったもんね。この時にねこの爆発の熟知125良かった。シンプルに能力としてはかなり強い方。まあ新滝の新滝第一は割とねこれ強そうだよね。うん、速度バフ 30% と中段耐性強化。てか何これ中段耐性強化爆発じゃないんだってなんか若干なってんだけど確かにこういうテンプだったこういうテンプで中段耐性って言ってたんだ。まあ岩元素はアルベドでいいんじゃないでしょうか。アルベドかよし、うん、いろんなしまあちょっと誤差みたいなところもあるもんな。うん
まあ、固有テンプの能力としてはかなり一級品の強さを持っていると思う、うん、もし仮に他のキャラについてたとしてもかなり嬉しい能力だから、うん、うん、そうだね、うん、じゃあ岩はアルベドということで、はい、岩元素最強の固有テンプはアルベドで、はい、ということで出揃いました、はい、今回選ばれた7人は炎元素ディシア、はい、水元素ニロ、草元素ナヒラ、雷元素セノ、氷元素エルワ、風元素カエルハラカズハ、岩元素アルベドということで、はい、異様な光景でございますあまりにも異様な光景二度と見ることないだろうなこの光景本当に見知ったメンツナヒラニーロカズハの3人だけや、ミスったかなぐらいのメンツしてるけど本当に実際ね各こういうテンプ強いから他のキャラの候補はあるかもしれんけど大まかには間違ってないはず。じゃあここから絞っていくわけですね。はい、この中から真の最強を決めましょう、うん、わ割とポンって2人ぐらいに絞れるんだけどそうですね、うん、まあいやでも1人絞れそうだな。3人かな候補は。3人ニーロナヒダ、はい、カズハ、はい、ニーロナヒダカズハ、うん、気づいたら、気づいたらいつものメンツだよここまで来て落とすかこのこいつらをすいません本当に本当にすいませんマジですいませんって感じだけど結局原神トップ5になってしまう。いやニーロ個人的にはまあニーロは確かにまあこういうテンプが強さの9割って言ってるぐらいそうこういうテンプが強いのはあるあれが本体だからね。あれなかったニーロってちょっと考えたくもないんだけど評価どん底に落ちるけど あれ取り上げられたニーロすごいね存在感薄くなるよな。まあ熟知1000あったらカズハがだいたいダメバフ40ぐらいか、うん、ってなるとナヒーダのビツ24とダメバフ80もだいぶ頭おかしいしそうダメバフ80がどっち狂ったんやな。割とニーロは根本的に元素反応自体が別物に変わっちゃうからシステムを変えちゃうからね。そんなねなんか私がいれば特殊な元素反応できるわよみたいな顔してね割とえぐいことするしな。個人的にはニーロナヒカズハの順になっちゃうな。そうだねニーロナヒカズハか。いやー俺ニーロカズハナヒーラかな順番決めるなら。はい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 。さすがにね特定元素 40% バフを付与できるっていうのがやっぱ優秀だと思ってて、しかも熟知戦で 40% だから、まあ、カズハも割と行きやすいよね熟知戦。そうそうそう。でそれこそ二凸とか行ってると熟知プラス200で、まあ、熟知1200になったカズハとかだったらダメバフがね 48% か約 50% ぐらいまで最大ダメバフ配れるって考えると、じゃあちょっと第2位今回結構このカズハナヒーダね順位を決めるのが難しそうなのでプレミア公開でアンケート取っていきたいと思います。俺がナヒーダで渚がカズハだっけ。俺がカズハ。さあどうなるか。ちょっとコドミットっぽいところもありそうだけどねいやでもまあその選ばなかったけどその、うん、他にもね強い固有テンプ持ってるポジションとかねもういっぱいいたから。そうではナヒーダカズハのアンケート結果、はい、皆さんぜひ投票の方よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今回の最終結果としては、はい、原神における最強の固有テンプはニーロの北条開花ということで、はいいつもいつも北条開花ですけど、はい、いつもいつもお世話になっております。はい、いや文句ないでしょこれはこの間高難易度イベントでね増井さんと一緒に螺旋14層みたいなやつとかいろいろやったけど、やったね、やっぱニーロ強えってなったもんね。 あからさまにね火力のご両親がえぐいんだよね。そう火力で全てを解決できてしまうからニーロの北条開花だと。ということで今回は原神における最強の固有テンプを増井さんと一緒に考えていきました。はい、まあ、ぜひねあのちょっと最強の固有テンプ気になってたんだっていう人は参考の一つにしていただけると幸いですいるかなちょっとニッチなそうかもしれんけど、はい、まあ、参考にしてください、はい、ぜひぜひ。それでは今回遊びに来ていただいた増井さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますのでぜひぜひそちらからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。またこの企画が高評価1000を超えたら続編の方を作っていきたいと思うのでぜひ高評価の方もお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。